室町幕府最強、室町第6代将軍足利義教万人恐怖と呼ばれ、最後は暗殺、坊主がくじ引きで将軍になる。皆さんこんにちは。皆さんは足利義教という人物をご存知でしょうか。足利義教は足利将軍家の6代将軍となります。あだ名は万人恐怖として知られています。ただ義教は恐怖政治を敷いた暴君であると評されていながらも、近年では義教の各種政策は戦国三英傑の先駆として再評価されています。今回はそんな万人恐怖と評された義教の人生について話していきます。くじ引きで将軍に選ばれたため、くじ引き将軍と呼ばれる。足利義教は第3代将軍足利義満の四男または五男で、第4代将軍足利義持の同母弟です。母は側室である藤原の義子です。この時代は生まれの早さよりも正室の子が家を継ぐ決まりでした。側室は自由に選べる一方、正室は身分が高い家柄から嫁ぐことが一般的であり、自身の権力強化のためにも正室の嫁ぎ元の協力が不可欠でした。権力者は政権の安定のためにも正室の子供を嫡男とする必要があったといえます。そして1394年6月13日足利義満と側室との子として生まれました。1403年に足利義教は少年院で修行者となり、1408年に僧侶になるための儀式を行い、義円と名乗りました。そして皇族や公家が入寺する格式高い門跡寺院の住職となりました。この時点では義教は後継者候補から外されており、生涯僧として過ごすはずでした。義教は開闢以来の天才と評されており、14歳で出家し、25歳の時に天台座図という比叡山延暦寺のトップになりました。天台座図には皇族や摂関家の子供がつくことが通例になっていたのにもかかわらず、わずか25歳でその地位についた義教の秀英ぶりは目を見張ります。僧侶として出世していた義教はその後10年ほど天台座図を務めますが、足利本家の事態が急変します。兄である足利義持が後継者を決めずに亡くなってしまいました。第5代将軍足利義和においては将軍とは名ばかりであり、実権は父の足利義持が握っていました。1425年に第5代将軍の義和が急死した後も、発体の義持が引き続き政治を行っていました。義持が元気な時ならまだしも、危篤に陥ってもなぜか後継者の指名を拒否し、義持は最後まで後継者を指名せずに亡くなってしまいました。嫡男もなく、かといって次の将軍を幕臣の一存で決めては、後々の火種になります。そこで慣例、畠山光家など幕府の主要人物たちが評議を開いた結果、岩清水八幡宮でくじ引きを行うことが決まりました。義持の弟である梶井義昭、大覚寺門跡義明、相国寺五山永隆、義円義教の候補の中から次期将軍を選ぶことになりました。岩清水八幡宮は武士を建て祀る寺社の中で頂点の一つであり、その地で神事を行うことは神の意志と同義であると当時は考えられていました。義教自身も最終的には八幡様の真意が将軍を選んだ、つまり義教の行動は全て八幡様の意志に沿っていると考えるようになりました。だからこそ後々万人恐怖と評されるほどの恐怖政治を行ったといえます。このような経緯から岩清水八幡宮でくじが引かれ、義持死亡の翌日に開封されました。くじ引きの結果、後継者に決まったのは義教でした。諸大名によりこの結果は義教に報告されましたが、義教は幾度か辞退しました。しかし諸大名が重ねて強く要請したため応諾したと言われています。こうした経緯から義教はくじ引き将軍と呼ばれています。25歳の時に天台座図になっていた義教としては、仏教界で名前を残すことが可能なほどの傑物であり、トップに君臨し続けることもできたため、将軍職を誇示したのではと言われています。しかし、幕閣は義持が亡くなった後の権力の空白を嫌がり、一刻も早い義教の将軍就任を望みました。しかし義教は元服前に出家したため、俗人としては未だ子供の扱いであり、無為無官でした。
また本体の者が還俗して将軍となった先例もなかったため、結局は髪が生えるのを待つこととなり、それまでに約2ヶ月かかったと言われています。義円は還俗して義信と名乗ります。この時はまだ将軍宣言がなく、翌年の1429年3月15日、慶喜は義徳と改名し、三義近衛中将に上った上で征夷大将軍となりました。これにより第6代将軍足利義徳が誕生することになります。当初は幕臣と相談するも、次第に専横的に上皇と対立、比叡山延暦寺を騙し討ち、鎌倉公方を討ち取る。当初は幕臣と相談しながら政治を進めていた義徳でしたが、次第に幕臣をないがしろにし、専横的になっていきました。比叡山延暦寺にて25歳という若さで座主に就いた若き秀才にとって、幕臣は能力が低い割に口うるさい存在だったと思ったのかもしれません。参加者の身分、家柄が固定化された評定衆、引付衆に代わり、自らが主催して参加者を指名する御前沙汰を協議機関とすることや、慣例を経由して行ってきた諸大名への諮問を将軍が直接行い、慣例の権限を抑制するなど、義徳自身の権力基盤を強化します。財政政策においても、義持の代から中断していた官公貿易を再開させ、県民選を視察するなど幕府権力の強化を行います。このように義徳自身は有能な人物でしたが、有能ゆえに他者を全く評価できず、また他者の気持ちを理解することができない人物でした。そして自身に逆らうことは決して許さない人物であったため、多くの勢力と対立しました。戦王1、上皇の出家を邪魔する。後小松上皇が出家をしようとしましたが、義徳は事前の相談がなかったことに激怒したため、一旦出家を断念することになりました。鎌倉幕府と対立していたため、隠岐に流された後鳥羽上皇や後醍醐天皇はいましたが、ただ出家しようとしただけで幕府と対立した皇族は今までいませんでした。最終的には2年後に義徳との合意の下で上皇の出家が実現したものの、義徳は後小松上皇が自分を軽視しているとする不満を抱くことになりました。新帝である後花園天皇の位置づけをめぐり、後小松上皇と対立していた天皇の実父定房親王との関係構築に義徳は動き、翌年に行われた後花園天皇の大上映には、後小松上皇の反発を承知の上で密かに定房親王を招待しました。たかが出家の相談がなかったことに激怒するなど、義徳はかなり短気かつ気位が高い人物であったと言えるでしょう。戦王2、比叡山延暦寺と対立、包囲し騙し討ち、自身の支配下の者を新たなトップに据える。義徳はもともと天台座主であり、10年近くその座にいたため、比叡山延暦寺と義徳の関係は当初は密接でした。還俗後も友好関係を維持しようとする義徳でしたが、その目論みは外れます。延暦寺は義徳の側近に対して、寺社の奉公に不正があるとして訴訟を起こしました。慣例、細川持之が融和策を唱えたため、義徳は側近を配慮することで事件を収めました。しかし、ここで収めていればいいものを、延暦寺は勝訴したということで勢いに乗り、訴訟に同調しなかった御成寺を焼き打ちする事件が発生します。義徳はこれに激怒し、自ら兵を率いて御成寺の僧兵と共に比叡山を包囲します。それにびっくりした比叡山側は降伏し、一旦和睦が成立します。しかし、翌年、とんでもない事件が起こります。鎌倉公方からの依頼により、延暦寺が義徳を呪詛したとの噂が広まりました。当時呪詛などの呪いが本当に信じられており、現役の将軍を呪詛するという行為は幕府権力に対する挑戦以外の何者でもありませんでした。義徳は直ちに近江の守護である京極持孝、六角光綱に命じ、近江国内に多くあった延暦寺領を差し押さえさせ、比叡山一帯を包囲し物資の流入を妨げます。これに対して豪祖という形で延暦寺は神輿を奉じて入落しましたが、幕府の兵に撃退されてしまいます。神輿を射ることは神の怒りに触れられると考えていた当時、延暦寺が行ったように神輿を用いて入落することはしばしば行われていました。義徳はその後門前町である坂本の民家に火をかけます。この結果、住民が比叡山城へ避難する騒ぎとなりました。
ここにいたり、延暦寺側が義則に降伏を申し入れました。義則は激怒していたため、当初は降伏を認めませんでしたが、幕府宿老5名が比叡山赦免がなされなければ辞帝を焼いて本国に撤退すると強硬な要請をしたため、義則は仕方なく和睦を受諾します。そして没収した寺領を延暦寺に返付しました。しかし義則は本心では許しておらず、翌年延暦寺の4人の僧を京都に招くと、この4人を捕らえ首をはねてしまいました。これを聞いた延暦寺の三徒は激高し、抗議のために根本中堂に火をかけ、24人の三徒が焼身自殺してしまいます。延暦寺が燃える姿は京都からも見えたため、世間に動揺が走りますが、義則は京の町で比叡山の噂をする者は斬首すると触れを出しました。その後、三門施設の後任は新幕派の僧侶が新たに任命され、延暦寺は完全に義則に屈服する形となりました。戦王3、鎌倉公方を力で屈服させる、足利持氏、義久親子を葬る。鎌倉公方とは、足利尊氏の次男、元氏を祖とする関東と東北の統治を行う機関です。代々、上杉家が関東管領に赴任され、鎌倉公方を補佐してきました。鎌倉公方の足利持氏は、自分が漱石に入っていなかったことから、義持没後に将軍に就任できると信じていました。しかし実際には自分が将軍となることはなく、義則が将軍となったため、義則のことを元俗将軍と呼び恨んでいました。また鎌倉公方が仕掛けた先ほどの呪詛の問題に加えて、嫡子足利義久の元服の際に義則を無視して勝手に名前をつけてしまいました。鎌倉公方は将軍より義ではない方の名前をもらうのが通例となっており、義という名前は足利将軍家の通り字でした。ですので本来名前をつけるのであれば、義則の則の名前を使わないといけなかったのですが、嫡男の名前を義久としてしまったため、義則と対立します。また義則の意向より元号が象徴から影響に変わりましたが、持氏はこれも無視します。さらに持氏が鎌倉御山の僧侶を勝手に任命するなど、両者の対立は深まるばかりでした。一度は大軍を率いて鎌倉公方を成敗しようと思いますが、幕臣に諌められ、自身が大軍を率いて成敗することを諦めます。そんな時に、たびたび持氏を諌めていた関東管領上杉憲実が持氏に疎まれたことにより、上杉憲実は身の危険を感じ、両国の神津家に逃亡します。その結果持氏は上杉憲実の討伐を決めました。しかし、義則はこれを好機と見て、憲実と結び、関東の諸大名に持氏包囲網を結成させます。当初は鎌倉公方に弓を引くなど恐れ多いと、関東武士は日和見を続けましたが、義則が持氏を朝敵と認定したことで流れが変わりました。最終的には1439年に関東討伐に至り、持氏は大敗し、帝発標準の姿勢を示しました。しかし義則は降伏を許さず、憲実の除名嘆願にもかかわらず持氏一族を殺害してしまいます。何人であろうと逆らうことを許さないというのが義則の基本方針だったのでしょう。義則が万人恐怖と呼ばれた理由、傍若無人の振る舞いに人々は戦慄。義則は自身が気に入らないことがあれば、それがどれほど理不尽であっても平気で処罰をする残忍な人物でした。気性も激しく、酒の席で不始末をした侍女を殴り、髪をバッサリ切り落として無理やり尼寺に追い出しました。公暁の東坊城益長が儀式の最中、目のあった義則に対しニコッと笑顔を作りました。しかし義則は将軍を笑ったと言って激怒し、益長の所領を没収した上、撤去させました。ある時東京で人だかりができ、義則の行列が通れなくなったことがありました。激怒した義則は東京を禁止し、京都中の鶏を落外へ追放しました。また上述の比叡山延暦寺で僧侶が焼身自殺をした際に、炎上に関する噂をした商人がいました。その者を捕らえて、なんと斬首してしまいました。他にも献上された梅の枝が折れた、料理がまずいといった些細な理由で庭師や料理人を罰したことが当時の記録に数多く記されています。義則に処罰された人間は数えられるだけで、公暁59名、神官3名、僧侶11名、
女房7名が処罰されており、さらに庶民を含めると莫大な数の人間が処分されたことになります。その治世は日本史上稀なる恐怖政治であり、皇族伏見宮貞房親王はその様子を万人恐怖、言うなかれ、言うなかれと書き残しており、これが義則の代名詞として広く知られるようになりました。守護大名を抑圧しすぎて最後は暗殺されるが、みんな喜ぶ。義則は自らの権力強化を目指して守護大名たちの権力の抑圧を図ります。義則は大名の家督相続などに口を出すことによって大名家の力を抑制しようと動きました。分家を建てさせたり、本来家を継ぐ立場でもないものでも義則のお気に入りであれば家督を継がせました。さらに中には義則の命で当初が暗殺された家もありました。その中で足利将軍を特に恐れていたのは播磨の赤松光助です。実はまだ義持が政務を取っていた頃、赤松光助から赤松氏の本国である播磨を取り上げて、それを義持の側に仕え寵愛の扱った光助の遠縁にあたる赤松持貞に与えようとしたという過去がありました。このような理由により光助が足利幕府を信用していなかったのは無理もありません。光助は理不尽な義持の行いに腹を立て、京都の自邸を焼いた上で播磨に帰国し、戦の準備を始めるほど気概にあふれた人物でした。そして義則の代になっても足利将軍の横暴は変わらず、光助の弟赤松義政の所領を募集し、その一部を義則が徴用する赤松氏分家の赤松貞村に与えました。これは貞村の娘が義則の側室となり寵愛されていたことが理由と言われています。さらに1437年頃から光助が近々将軍に討たれるという噂が流れ始めました。足利将軍家に散々にされた過去を持つ光助はついに決心します。殺される前に殺そうと。1441年6月14日に雲護寺の再建が完了したので、義則は視察のため雲護寺を訪れました。光助の子の赤松徳康は賀茂の子が多数できたことと有機合戦を終えた異様という名目で義則の御成を称賛しました。御成とは将軍が家臣の館に出向き祝宴を行う儀式のことです。義則は大名や公家ら側近を伴って赤松邸に出かけましたが、猿楽を鑑賞していた時、突如屋敷に馬が放たれ門が一斉に閉まる音がしました。義則は何事だと叫びますが、傍らに座していた扇町三条実政は雷鳴でありましょうと答えました。しかしその後障子が開け放たれ、甲冑を着た武者たちが宴の座敷に乱入し、赤松氏随一の武士であった浅香幸秀が義則の首を跳ねました。将軍のみならず幕閣の重要人物も暗殺されたため、幕府は機能不全に陥ります。しかし将軍暗殺という天下の大事件を起こしたのにもかかわらず、赤松光助は打っ手を差し向けられることもなく播磨に帰国することができました。この時赤松光助は堂々と軍を整え退却したので、京都の民衆は室町幕府はもう終わったと考えたと言われています。義則の葬儀が行われましたが、幕府の混乱のため慣例細川持之のみが出席しました。持之は光助追悼の臨時を朝廷に求めましたが、朝廷内では義則の恐怖政治を終わらせた光助に対する同情も多かったため、臨時がなかなか出されませんでした。しかし最終的には赤松討伐の臨時が下されました。その後幕府は山名宗全の力を借り赤松光助を討ち取りました。これにより将軍暗殺という大事件に終止符が打たれました。しかし幼い将軍が継いだことに加え、将軍暗殺という大事件を起こしてしまったことで足利将軍の実権は低下していくこととなり、絶対的な強権を誇った足利将軍は義則で実質最後となりました。良くも悪くも室町幕府の異端児として評価された足利義則、決して無能なだけの人物ではなく、明との勘合貿易を復活させたことで幕府の財政状況を改善させ、慣例の力を削ぎ落とすなど多くの実りある改革も行いました。しかしその一方で人間性には大いに問題があり、最終的には暗殺されてしまいました。比叡山と対立したことや
その悲惨な最後など織田信長と類似した点が多く見られ、本能寺では信長に準じた武将も多かったことを考えると、人望のない織田信長というのが正確な評価なのかもしれません。今回のエピソードはいかがだったでしょうか。面白かった方はチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントをいただけると今後の動画作成のモチベーションになります。